悪いな。そっか、よかったな。遅かったな。悪い悪い。でもすまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか、修行の成果が分かる日は近いようだな。トランクスの警告から3年の…ご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか。いいよ、ありがとう。すまねえ父。じゃ、行ってくる。いや…孫悟空、どうだ。正直言って今度の敵、勝てると思うか。見てもいねえのに分かりこねえさ。やってみてから答える。おい、ご飯、張り切って飛ばさねえでも間に合うかな。戦う前に力はなくなんねえようにしろよ。気の塊だ。今回の件、自信がないわけじゃない。どうも嫌な予感が頭から離れん。頼むから、おめえはヤバくなっても無理すんなよ。おめえが死んだらドラゴンボールもなくなっちまうんだから。
Thank you.
未来から来たトランクスが告げていた約束の日、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、そして悟空たちが警戒する中、街中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ。まるでそうか人造人間だからだ。なんだと。どこだ、どこにいる。火を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそ、トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。火を感じられねえっちゅうのは思ったより厄介だな。どうだピッコロ、見つからんな。気ぃつけてくれよピッコロ。オラが目的ならとっとと出てきやがれ。他のみんな見つけられたんか。そうか、オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。こいつだ、どこにいる。クリリン、ダメだ悟空。そうか、大きな気が。先祖、さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ、なぜ我々が人造人間だと分かったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう、好きな死に場所を選べ。なんでそんな名を。お前たちも分かるぞ、コロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。
ちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはないが。いい加減にしろ孫悟空。どこまで行く気だ。この場所にしろ。貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。なぜオラたちのこと知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んで、この世にはもういない。なるほど。だがナメク星での戦いもスパイしたんか。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう。だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベルな。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。よっ、バカ、よっ、チェッ、ブラドバンバー、ええええはなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまはなんだ。吸収した。ソン、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんな奴様子が変だぞ。まさか未来から来た奴の言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい。どうしちまったんだ俺の体。いやは、
カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど、今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、ヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられて、クリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来た奴が言っていた。心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行って、あの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが、俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。Hello.